まもなくドアが閉まります。この便はジェットスター GK207 便関西国際空港行きでございます。シートベルトもご確認ください。機内モード対応の電子機器は直ちに機内モードにご変更ください。電波を発する機器は常時ご使用いただけません。本日もジェットスター GK207 便関西国際空港行きをご利用いただきまして誠にありがとうございます。この飛行機は日本航空、カンタス航空との共同運航便でございます。この便の機長はマイケル、副操縦士は吉川、客室には客室サービスマネージャーの石井をはじめ4名のキャビンクルーが乗務しております。関西国際空港までの飛行時間は離陸後約51分を予定しております。フライト中にご用の際はお気軽にお声掛けください。それでは到着までごゆっくりとお過ごしください。皆様、ただいまより当機の非常用設備をご案内いたします。キャビンクルーをご覧ください。離着陸の際だけでなく突然の揺れに備え、シートベルトは常に腰の低い位置でしっかりとお締めください。先端の金具をバックルに差し込んでお締めください。レバーを持ち上げると外れます。座席のポケットには安全のしおりが入っています。安全知性をはじめとした緊急時の情報が記載されています。離陸前によくお読みください。この飛行機には非常口が8カ所あります。キャビンクルーが示すお近くの非常口をお確かめください。視界が悪い場合は発光テープに従って避難してください。機内には脱出用スライドと救命ボードが備わっています。万一避難の必要が生じた場合、キャビンクルーの指示に従って速やかに避難してください。手荷物はすべて残して避難してください。避難の妨げや脱出用スライドを破損する恐れがあります。ハイヒールは脱いでください。脱出用スライドを破損する恐れがあります。酸素が必要な状態になると自動的に酸素マスクが降りてきます。強く引き寄せ鼻と口を覆い、ストラップを締めて調整します。酸素が流れていることを確認してからお子様や周りの方の着用を手伝ってください。なお、緊急時にはご自身で着用されているマスクは外して酸素マスクをつけてください。救命胴衣は座席の下にあります。頭からかぶり、体
でバックルを止め、紐を締めてください。赤いタグを引いて膨らませます。膨らみが足りない場合はチューブから息を吹き込みます。救助の際に注意を引くためのライトと笛も備わっています。救命胴衣は機外に出てから膨らませてください。離陸の際は座席の背もたれ、テーブル、肘掛けを元の位置に戻し、窓の日よけを完全に開けてください。最後にシートベルトが腰の低い位置でしっかりと締まっていることをお確かめください。安全のしおりを含む備品の持ち出し、非常口の操作、乗務員への職務妨害などの安全運航を阻害する行為は航空法により禁止されています。機内は化粧室を含め全面禁煙で、各所に煙探知機が設置されています。何かご不明の部分がございましたら、キャビンクルーにお尋ねいただくか、安全のしおりでご確認ください。皆様、離陸に際し機内の照明を暗くいたします。お手元に明かりが必要な方は頭上の読書灯をご利用ください。なお、シートベルト着用サインが消えるまではお座席をお立ちになりませんようお願いいたします。